今日は名前の話をしたいと思うんですけれども、はい、あの名前といってもいろいろありまして、うん、姓名って人の名前の場合、はい、姓と名、はい、名字と下の名前ありますけれども、はい、今日は名字姓の方で考えてみたんですよ ね、 あね、はい、であの井上さんの井上は、うん、まあ、かなり頻度が高いというか多めですよね。多いですね。あのなんか九州では特にあルーツがそんな感じなんですかね。名前としては多いらしいです。はあ、はあ、はい。井上と山口っていう名前が多いらしくて、井上山口馬のクソっていうの言葉があるらしいです。もうどこにでもいるとか、どこにでもいるっていうみたいな。もう今馬のクソってあんまりないけどね。あんまり見ないけど。そうです。あの私堀田なんですけども、はい、あの前に堀田修吾先生もいらっしゃいましたし、あのそんなに言うほど珍しくも実はなかったりするんですよ。そうなんですね、よくある名前でもないって言えばないんですけども。あの堀田さん他にお会いしたことありますか？ありますよ。ありますよ。ありますよ。それぐらいですし、うん、あのこの我々の大学でいつもお世話になっている方で、はい、堀田さんもいらっしゃいますし、はいはいはい、あと話題になるのかもしれないですけど、はい、堀田さんっていう方もあそうですね、堀田さん同じ字いますよね。そのエピソードは、あこのエピソードこのなんか初期の頃喋りませんでしたっけ？やったと思うんですよね。ホッタゴリタ問題っていう。そうですよね。うん、まああの学生でも大人数いるとやっぱりたまにホッタさんいるので、なんか最初こう小さい頃は珍しい目の名前なのかなと思っていたんですが、あまあ聞かなくはないっていう頻度で。あんまり珍しいとは思ってなかったです。あそうですか。まあね、ホッタさんいらっしゃるからかな。はい、まああの名前のランキングってそういう、はい、あの下の名前じゃなく上の名前のランキングみたいなのもあるじゃないですか。でそういう話と関連して今日はまあその英語版の名字みたいな話なんですけど、はい、これ今ちょっと詳しく調べているところなんですね。あそうなんですね。英語の、名字にあたるのは、まあ、ファミリーネームといったり、はい、ラストネームとか、はい、サーネームとかいろいろな言い方ありますが、はいはい、まあ、日本語で言うところの名字に相当する、うん、姓に相当するものなんですが、うん、これですね、現れたのは、うん、まあ、大体中英語期になってからなんですね。つまり本来の古英語ではもう下の名前っていうか一つ名前があるだけだったんですよ。あなるほどね、はい。まあ、例えばアルフレッドだよって言いますけど、アルフレッドっていう名前で、まあ、キングぐらいはつけますけど、そんな偉い人でもそんな下地もだけじゃなくて、ね、であのベオウルフっていうのもあれが名前なんですよ、ね、そうか、あそうか、なんとかベオウルフではないし、なんとかアルフレッドじゃないんですよ、はい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 、で基本的にはそういうの出てこないんですけれども、うんうん、こうまあ、ノルマン征服というのが1066年にありまして、はいはい、でこれを、まあ、契機に中英語期に入るっていう言い方をするんですが、うんうん、まあ、ノルマン人はもうすでにあの多少この名字っぽいのを持ってたんですね。あそうなんだ、でその、まあ、あのノルマン風のものがトレンドになるんで、まあ、征服者で強い、文明として上みたいな意識があるので、これを、まあ、真似しだしたっていうのも一つあるんですね。でその他には、うん、あのまあ、税金を確実に取るために、つまり同じ名前の人がやっぱりいっぱいいると、うん、どこのジョンなのかと、どこのトムなのかみたいな話になるので、はいはい、これちゃんと管理する必要が出てきたということで、そういう理由、ね、で村みたいなこう生活共同体がちっちゃい時は、うん、まあ、そんなに何人もジョンはいない、うん、はい、だけども交易とかこう交流が広くなって、うん、町というレベルになっていくと、うん、まあ、無数に同じ名前の人がいて、これじゃ区別つかんだろうという話になってくるっていうところもあったんですね、うん、なるほど。で、あのもう一つ背景としては、これは面白いんですけれども、本当は名前って、あの例えばジョン下の名前ですけど、はい、自由につけられるはずなんですが、うん、日本は結構自由だと思うんですよ、はい、で西洋ってやっぱりクリスチャン絡みということがあって、自由というよりは選択肢があってそこから選ぶみたいな感じですよね、はいはい、うんうん、で元々のバリエーションが古英語末期ぐらいからもう少なくなって、しかも人気が集中してしまって、まあ、要するに簡単に言えばみんながジョンが好きとかで、あのエリザベス女王の時期なんかは女の子にやっぱりエリザベスつけたいっていうことで、エリザベスがやたら増えたりとか集中しちゃうんですよ、はいはいはい、だ本来、うん、あの名前ってこう個人を特定するという役割のはずなのに、ね、はいはいはい、みんな集まってきちゃったんで、ちょっと別の方法を考えないといけないと、はい、そういう理由で、そういう理由でこの、まあ、もう一個の名前をつけることで、どこどこ村のジョンですよとか、はい、あるいは鍛冶屋のジョンですよとか、うん、いう言い方でこう付属的につけるようになったんですよ。あ、そういうことなんですね。だから最初は必須ではなくて、あくまでこう区別したいときに
あの鍛冶屋のジョンですよ、なるほど、あの漁師のジョンではなくとか、どこどこ村のっていうふうに、まあ、必要な時だけつけていたっていうのがスタートなんですね、うんうんうん、でそれが、まあ、緩やかにこれまあ 2,3 世紀かかってるんですが必須になっていくという流れで、うん、で今の英語名も日本語の名前も基本的に家で継いでいくっていうか世襲っていう発想があるじゃないですか、うんうんうん、でこれ自体もあの特に自明ではなかったようで、つまり区別できればいいので、ノッポのジョン、はい、でお父さんは例えばチビのジョンっていうこともあったので、はい、つまり 名字が違うことになるわけですよ、そうか、そういう方、はいはい、でまあ、職業名の場合は鍛冶屋のみたいのは、まあ、大体世襲で継ぐことが多いので、うんうんうん、まあ、同じになることも確かに多かった、うんうん、わけなんですが、そのあたりがだんだんとこう世襲、うん、家につける名前みたいになっていったんですが、うん、あのその初期の頃はだから決まってないんですよね、あの親子であっても違うとか、でそのあたりのこう揺れて、なるほどね、名字が出来上がってくる、今風のものになっていく、ちょうど今家庭の時代、12、3世紀ぐらいにちょっと注目していると、まあ、いろいろとやっぱり面白いところが出てくるんですね、はいはい、で、まあ、人物を特定するために職業名をやっぱりつけるって結構典型なんですよ、なんかそういうイメージがイメージありますよ ね、はい、だから一番多いのは実は地名でどこどこ村のとか井戸のそばのとかいうが多いんですけど、多分次に多いのが職業名、あ、そっかそっかそっか、という地名ね、そうね、そうですね、はいはい、でしかも職業がいろいろ細分化されて、都市って細分化されてるじゃないですか、いろ、うんうん、んな商売があって、うん、なので都市の方がこう名前を帯びる、名字を帯びたり、あと種類も豊富 なんですよ、うんうん、で、まあ、主に都市なんかを見てみるとやはりいろんな職業があるもんで、もうこれ何百どころではなく何千っていう職業名が、はい、ありまして、それが名前になっていくんですね、はい、で一つそのバリエーションを紹介したいんですけども、はい、まあ、チーズ屋さんっていうのがありまして、チーズを作ったり売るっていう、はいはい、ことですね、はい、でこれ、まあ、今だったら何でしょうね、直接あまりチーズ屋さんっていうのを名字に持つ人は少ないと思うんですけど、うん、はいはい、こう特定するための名前っていうのがあるんで、うん、チーズ屋さんがね、いっぱい同じ町にいた場合には、はい、ここもやっぱり分けなきゃいけない、あ、そうかそうかそうか、例えばジョンチーズじゃダメなわけですよ、何人かいるんで、はいはいはい、でこれバリエーションを調べてみたら面白くてですね、そういうバリエーションね、まあ、はい、まずチーズマンってのがありますね、チーズマン、まあ分かりやすいですね、はいはい、チーズマン、はい、からチーザーがありますね、チーザー、あー、でこれいずれもだから職業名に由来する、なるほど、名前になってるんですけどね、として結構あるんですかその名前、チーズマンとかチーザーって頻度としてはね、どれくらいかってちゃんと調べなきゃいけないんですけど、はい、今種類をね、バリエーション集めてる、あることあるんですか、あるんですよ、あ、全部あるんです、おから、チーズメーカー、あー、チーズメーカー、なるほど。からチーズライト、ライトっていうのはプレイライトとかの作る、はい、職人の意味なんですけ ど、うん、チーズライト。からチーズモンガー、何々売りっていう、フィッシュモンガーとかありますが、それから、フランス語でチーズを表す単語ですね、うん、を使ってフォーマジャー、フォーマージュっていうんですけど、はい、フランス語で、はい、フォーマジャーとか、うん、チーズリンガー。リングは絞る、乳絞りからやっぱ作るからだと思うんですけど、で、そうするとリンガーだけでももうチーズ屋さんの意味になってそうなんっていうのがあったりですね、で、布とか、まあ、何かこう製品を作ったりするともう製品ごとにもう名前がついちゃうんですね、小袋を作ってる人は、まあ、ポーチですかね、ポーチャーとか、なまってポーカーになったりとか、でこれ面白いのは、まあ、チーズ屋さん1個でいいじゃないですか、はい、まあ、普通名詞としては、はい、こんないろいろなくても、はいはいはい、ただ名前につける場合はいろいろあった方が便利なのでバリエーションをこう作るんですよ、区別するためにね、日常の用語としての名詞では、まあ、1個あれば十分なんだけれども、うん、名前という特別な文脈に置かれるとバリエーションがもう一気に広がるっていう特殊事情があって、まあ、大体複数ですね、豚貝とか車輪大工とかももういくつもあるんですよ、なるほど、で漁師だとハント、ハンター、ハントマンとか例えばいろいろな言い方があって、はい、でまあ、これが中英語、うん、である程度まあ固まって現代的にな世襲になりましたと、うん、でここからまだ私も謎ですごく興味を持っている問題なんですが、うん、近代英語になると
このバリエーションが一気にあの狭まるんですよ、絞られてくるんですよ。つまりチーズマン、チーザー、チーズライとかいろいろあったのが、あんまりそういうバリエーションがなくなって統一されていくんですよ。なんでつまりみんながだから鈴木さんとか加藤さんが寄り始める感じ、いろいろいたのに。でこれがなぜなのかっていうところがすごく面白いなと。日本語でもなんか珍しいお名前の方ってまあ大体まあ珍しいからか、うん、まあ少ないですよね。少ないですよ ね、うん、なんでこうバリエーションちょっと説明になってるかもしれないけどなのでこう英語の英語人名の名字の歴史をざっと振り返ると、うん、その古英語ではまず名字っていうものが基本なかったと、うんうんうん、それが中英語期になってノルマン人の影響とかいろいろあって、うんうん、まあ突き出したと名字が、うんうん、で、本当は個人のものだったんだけどだんだん世襲にもなっていったっていうところまでは、まあ、順当にいろいろ発展してるなと思いきや、はい、うん、近代語になるとぐっと狭まるんですよ。これは何でしょうね。ここは面白いなと、はい、ちょっと謎ではあるんですね、うん、で職業の数今日答えあるわけじゃなくて あるわけじゃなくて今持ってる謎ということでご紹介なんですけれども、うん、だから職業の数が、うん、じゃあ中世の頃より近代っていうのは減ったのかというとわからないですし、むしろね、うん、まあ、産業革命とか、はい、まあ、いろいろな職種がやっぱり現れて今のが職業としては細かく、うん、いいように思われるじゃないですか。そうですよね。なのでバリエーションはむしろあってしかるべきなのに、うんうんうん、まあ、一つこう世襲である意味固まっちゃったっていうのがあるかもしれないですね、うんうん、個人で勝手につけられたら確かにバリエーション常に回っていたけれども、うん、ある程度こう世襲で固まってで固まったものは割と有名なものにやっぱり集まって、あ、まあ、一番使われるのはスミスですね、鍛冶屋の、はいはいはい、スミスなんですけれども、うん、こういうふうにこうバリエーションがあった時代とでこれは個人を特定するにはいいんだと思うんですよ、うん、名前的には、うん、だけどもある程度経つともう一回グッと縮まって人気のあるものにこう集中してしまうと、でこれ、はい、またまあバリエーションがまた増えるみたいなこう収縮運動みたいなのがもしかしたら起こってるのかなと考えて、これなんか日本だったら例えば戸籍みたいなのができて、はい、税務上もしくは何ていうんですか、自治上を識別することが制度的にできるようになってきたから、はい、うんうん、名前でなんかあんまり区別しなくてよくなったんじゃないですか。あ、まあ、これからマイナンバーカードですしね。そうそうそう、まあ、あなたはナンバーなんですよ。そうすると名前の役割が今までと、まあ、少し変わってくるっていう、変わってきて、もうこいつから税金取ってこいつから同じ名前でちょっと通、はい、るっていうのは、まあ、うん、間違いが なくなって、はい、てるじゃないですか今はね、はい、そんな同じ名前だからって取られたら大変なことで、そうですよ ね役割が変わってきて他のものに例えば番号とかいうものにこう取って代わられてきている、うん、ということはあるかもしれないです ねそういう気がなんとなく今お話を伺って、うん、そうなんですよね。でこれまあ名前学とかオノマスティックスって言うんですけれども、はい、うん、こういう名詞学、はい、これ社会との関わり、まあ、当然今今日のお話のように強そうですよね、はい、うん、面白そうですよね。そうするとあんまりこうズバッとこの分野に名前がついてないんですよ、社会と名前、名前だけの研究はあったり、はい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 、その社会の中での名前の役割とかいうところでは、まあ、やられる方はいるんですけど、まあ、じゃあオノマスティクスは何やってるんですか。やっぱりこういう名詞の語源が多いですね。あ、語源の話なんだ、うん、でそれが今でまあソーシャルな側面があるっていうこの、ね、最近になってなんていうんですか、まあ、ソシオオノマスティックスとか出てきてはいますが、はいはい、まだまだこれからで、ね、先ほどの、データで管理とか番号で管理みたいなのも完全に範疇に入ってくる話題だと思うんですよ。社会言語学的に言うとね、なんか名前が何であるかっていうよりとにかく呼ぶことに意味があるんで、そうですね、だからあんまり別にどんな名前でもいいとか、うん、あるいは逆にですね、まあ、これアマゾンの奥地とかってちょっとすごい典型的なステレオタイプ的な言い方しますけど、アフリカのある、まあ、いわゆる文明化されてないところだと実際の名前子供になんか変な名前つけるんですよ。あーはーはー、なんか蛇のうんことか、うん、そうやってそうするとなんか名前が汚いと多分私の予想ですけどなんかそれ悪魔とか悪いやつらが寄ってこないおまじないみたいなみたいな感じ で変な名前をわざとつけてっていうようなことだったり、うん、ありますよね。であとやっぱりなんか社会との関わりで言うと、まあ、日本もそうでしたけど出世していくと名前自分で変えたりとかっていうのは、そうですね、うん、ああいうだから呼び名の意味っていうのはなんかそれぞれの文化でやっぱり違ってて、例えば日本の方が
あのさっきあの選ぶっていう感覚だっていうお話ありましたけど、はい、日本の方がずっとクリエイティブじゃないですか。なんかもう変な、うんまあ、いわゆるキラキラネームを最近ではね、当て字読みであるとかあって、はい、でまあ、あの漢字の制限ありますけど、あの読み方の制限ないんで、うん、あれあの私の例えば井上一平って書いて、はい、花子って読んでも、で法律的にはいいことになってて、うん、そうなんですね、あんまり突発ずれてると、役所の副所に何か言われるらしいですけど、ちょっと話題になりましたよね。ありましたね、これまでも。そういう、はい、あの、あんまりそんな変な名前つけてたら、まあ、ある種子供に対する虐待っていうようなこともあり得たりするんで、はい、名前とか名付けとか、うん、あの、名前を呼ぶっていう行為も含めて、はい、これはまあ社会言語学広く言うと、ね、やっぱりそのあたりなのかなというところですよね。職業名からその名字っていうところに、ちょっと関心を寄せてみたんですが、まあ面白いですね。掘れば掘るほど、はいはいはい、はい、ということで、まあ途中経過で謎は解けていないわけなんですが、じゃあこれからですね、はい、そうですね、まあ、こういう回もたまにいいかなという感じで、はい、ありがとうございました。